こんにちは、速歌塾の久保です今回の「億万長者合宿」シリーズは1文字のシリーズでいくそんなメッセージをね第2話に込めたんですけどもさすが吉谷さんすぐに理解して受け止めてくださいましたね。まあ結果的にこれね1文字になんなくても今の時点では1文字シリーズでいこうかなっていう意思を込めてるってことでございます。途中で変更は全然寛容に 受け止めたいいと思いますし、またね最後までこれでいけたらそれはそれでいいことだなと思いますこういうふうにねては。変化していくっていうこともありますし変化した結果同じだったっていうのはそれは一つの変化なんですよ。だから客観的には同じように見えても選択した結果これでいこうっていうふうにもう一回ね選んだ結果が同じだったとしてもそれは客観的に同じでも本質的には違うものだっていうことが言えると思うんですよね。 で今回はねあの、偽物の偽と書きます。嘘とは書かないですけども「偽ですね、えー、これね「人のため」って書いて「偽っていうのはなかなかねあの面白い表現ですよねあなたのためです世のため人のためですっていう人はまあ偽物が多いから気をつけろっていうことなのかもしれません折しも億万長者合宿なんですけども3年前何のために稼ぎたいんですかっていう吉谷さんが質問したところ「いやお客様のために」みたいな声が出てましたね それはあながち間違いではないと思うんでですよでも肝心なのは自分のためにでしょと。だって売上を上げて借金を返したり欲しいものを買ったりとかしたいわけじゃないですか。いやそこをごまかすべきではないかなと思います。でその途中で一つの要素としてお客様のために世のため人のためにやらなければお金は誰からも払ってもらえないよっていうふうなねまあそういった側面もあるからそこを チョイスして綺麗に超えたんだと思いますけどもいや私はこういうお金が欲しいんですと何かマイバッハを買いたいんですとかね借金を返したいんですとかねまずは一番モチベーションが湧くのっていうのは自分の悩みを解決したいってことだと思うんですよだって他人の悩みって解決するために本気で動けます いや動ける人もいると思いますけどもいや私は自分のことよりも人のために働きたいんだってもし人がいたらね今ウクライナやロシアで困ってる人のために何ができるかっていうことに対して回答はできるんんじゃなないかなと思うでですよでも実際には私たちは遠くの国で起きてることにどれだけね密接に関わってるというふうな説明をされてもそうは言っても今日の支払いがねとかそうは言ってもお金がないから現地に行けないよねっていうふうな考えになっちゃうんですよ。つままりはまずはず 自分のために何をするのかってことなんですよそしてこの「自分のために」なんですよねそのための漢字ってのがないんですよ「自分のために」っていう漢字を組み合わせてもそんな感じないですよねでも「人のために」っていう漢字は組み合わせると偽っていう漢字になるんですよこれなかなかねやっぱり改めて考えてもこの漢字の成り立ちっていうのは皮肉を込めてるのかなと思いますよねあなたのためよ人のためよみんなのためよっていう人は 一気っぽいっていうふうに思われるんですかねまあ私たちもこうやって情報発信してますけども結局は塾が売りたいんですよって話になりますよねその通りですよね、うん、その通りなんだけどもそこまでガンガン売らなくちゃいけないって状態にはなってないのかなっていうところとそれでもまだ売りたいのかなってところには個人個人下がると思いますでも塾を売るために集客をして信頼関係を作るための無料動画は罠なんだよ っていうふうに捉えちゃうとテレビ CM やタレントさんが紹介している商品全部罠だと言いますよね美味しそうなイメージ楽しそうなイメージそれを求めて人は買う人はお金を払うでもその結果楽しめなかった美味しくなかったこれは詐欺なのかってことなんですよな、うんかどんなねイメージを持つのかっていうのは受け取った人が自分の責任まさに自己責任で発信された情報に向き合っていかなくちゃいけないと思うんですよ よくね自己責任を他者に押し,押し付ける方便として使う人がいますけどそうではなくって自己責任っていうのは発信した人が自分自身で顧みるものであり情報を受け取った人が自己責任で何を選ぶかを決めるっていうことにもなると思うんですよ。っていうふうに情報を受け取った人を指さしたりね。 それから情報を受け取った人は自分が結果的にうまくいかなくなったことを自自分のの責責任自己責任己でははなくてて発信した人のせいいにすするっていうことはありますよねもちろん両者において10対0みたいな責任の所在ってのはないと思いますけどもでもやっぱりね自己責任を本当に心から思うなら目の前の人を指さして「あなたの自己責任でしょ」っていうのはちょっとおかず違いで常に自分の胸の内に問いかけるものが自己責任かと思うんですよね。 はい、それで今回は「偽物」というね「偽」というタイトルでお届けするんですけどもいろんな意味でビジネスに向かう人は、まあ、こういったね自分を偽ってるんですよね。絶対稼ぐぞっていうふうにスタートしてもう2ヶ月目にはもうやってなかったりとかね購入する時のモチベーションで商品が納品された時のモチベーション引き継げるかっていうと多分ね購入するまでは一生懸命モチベーション高いのに決済ボタンを押した瞬間 なななんんかか下がるんじゃないかなと思で自己アフィリエイトをいまだに一日も欠かさずにアクセスしてるのは多分ね私みたいな既得な人間でしょうねポイントサイト行ったりとかねポイントサイト私も千1,000ポイントまた貯まりましたよそういうのを喜んだりとかねあとみんなの銀行いまだに紹介してるみたいな吉谷さんもそうかもしれませんけどもみんなの銀行をねいまだにやってるってのもなかなか 面白いですよね。30万まだいってないってことですからねまだやってるってことはでも30万どころか最初の1万に達してない人ですらやめちゃうっていうのがみんなの銀行ってアプリですかねいやこんなに簡単で誰もお金の支払いがいらなくってなんか膨大な個人情報を提出しなくちゃいけないってこともなくってねいやセルフバック以上に簡単でしょうしかもスマホを持っている人にしかできませんけどもスマホを持ってない人って今いますって感じですよみんなの銀行 こんな簡単な稼ぎ方がある中で FX でどうとかコンテンツビジネスがどうとかっていうのはまだ言わないでもいいんじゃないかなと思いますまずみんなの銀行で、ね、5000でも1万円でも稼いでみるとかねそういったところから全て始まるんじゃないかなと思いますけどね今回のタイトルは「偽」「偽物」という意味でしたけども本当に自分の欲望にに忠実に進んでるでるしょうか。欲望ってのは人間が思う中で一番純粋なものじゃないかなと思うんですよね。欲望を 晒さないようにごまかしてごまかし続けるから人のためになりたいですとかね何かのためになりたいですとか言っちゃいますけども何かのためだけに生きてるんだったらじゃああなたはビジネスマンとして失格ですよって話になりますビジネスマンっていうのは常にすべての行動から利益を残していく人のことを言うわけですよそれはね利益を求めないんだったらビジネスマンじゃなくても全然できるってことですからねはいじゃあ今回は以上です